日本が沈没する、島が一つ水没する、もたもたしてる間に関東が海に引きずり込まれるぞ。関東規模の陸地を沈没させるなど常識的に考えてもありえない。君の常識など地球の活動には何の関係もない。関東沈没は田所博士の暴論だ。あなたは何も動かないんですか。私は君を信用できない。関東沈没などありえない。もっと国益のために私たちは議論することがあるんです。詐欺学者の口車に乗るつもりはない。真実にたどり着くことを避けているのは君たちの方だ。私は今日本の未来の話をしているんです。俺は一人でも多くの人の命を助けたかった。ただそれだけだ。皆さんの力をお貸しください。俺が全ての責任を背負うよ。俺は俺なりのやり方で戦ってみる。関東沈没の危機は揺るぎない事実です。いずれ国民にも言わなければならないことではありませんか。災害は突然襲ってくるんです。2ヶ月の間に沈没が起きれば国民は何も知らないまま悲劇の中に放り込まれることになるんです。やれる限りのことはやる。ベストを尽くしましょう。何をどうするかは君が決めろ。どんな状況に立たされても絶対に諦めない人がいる。日本の未来は我々にかかっているんです。日曜劇場「日本沈没希望の人」、日曜夜9時スタート。